来ていただいた大臣ですのでということで、
桜井よし子さんがなるべくヤジは控えるようにというふうにおっしゃいましたら、見事にその桜井さんの指示に従っていただきました。しかし私自身ツアーで見てたんですけども、長岡さんは官僚に、多分書かれたである弁護をほとんど棒読みし、そしてその中で、北朝鮮に追加制裁をしろという集会でもあるにもかかわらず、2番目に登場した担当大臣として即座に今その時期ではないという否定をされるような文章をそこで読まれたので、私に初めてその自分自身がやじを飛ばしたくなったんですけれど、本当にこれはこれ見てダメだろうなと思いました。実際その私は野田さんというのは保守というふうに言われてますし、どういう束縛をするのか、どういうこんな準備をするのかというのを見てからでないと何のコメントもできないので、メディアからこう聞かれた時にどうですかというふうに、スパクト、それからコロナ人事見てたんじゃないですかというふうに言ったんですが、今回のスパクトに関して非常にもう失望をご禁じ得ないところです。今回 のスパクトは完全に民主党内のコロナ融和を奪って、党内しか見ていない人事ではないですか、国民を見ていないのではないでしょうか。さらに私たちは拉致問題というのは北朝鮮との交渉の中で継続性が必要だから、まあ、せめてあまりにもその民主党政権だってコロコロ変わる拉致問題担当者をせめて今回は変えないでいただきたいと、継続して北朝鮮に対してことを進めていくには同じ人間がある程度そこにいなければならない、そしてテロの権限を持った人たちが継続していかなければならないという思いで、伝えてはいたんですが、結局は何かしら復興担当省と原発担当省は継続性が大事だと言って変えられませんでした。しかし拉致問題担当省は小沢派の山岡さんを据えられた。これでは拉致問題軽視ではないかと私は思います。このような方に果たして拉致問題を解決できるのかという非常に疑念を覚えました。で、山岡担当省は9月4日の集会があまりにもその危機感を、彼にとっては危機感はあるものだったのでしょう。翌日からすぐに動いて、拉致議連の事務局長である松原さん、国交副大臣も決定したにもかかわらず、兼務という形で、拉致問題担当副大臣に、総理にお願いして、わざわざ据えたということですが、果たして、国交副大臣と兼務することがいいことなのか、私にはよく分かりません。まあ、ただまだ何も知らないよりはいいのかなとは思うんですけども、それだったら継続性のある前副大臣であった東副大臣を据えていただきたかったなと思っています。このように なぜかチームハグな対応しかしていただけない今の政権なんです。で、おそらく山岡さんが総理にお願いして忙しい中、施政方針演説もまだできていない中で、さらに被災地を連日回った中の日曜日の2時から30分ほど直接お会いすることになりました。山岡担当大臣、それから官房長官、それから外務大臣、それから総理大臣、副大臣の松原さんが同席されて、5人と私たち家族会からは飯塚代表と横田早紀江さん、そして私、救う会からのオブザーバーとして西岡会長がそこに立ち上がりました。で、その中で私が特に言いたかったのは、とにかく総理、この18時間執務されるのであれば、毎日2時間は被害者のことを考えてください。2時間だけで結構です。多いか少ないか分からないので、とにかく毎日被害者のことを考えてください。忘れてほしくないという意味で、プロリゴンバッジは彼らはちょくちょく外すので、これは調査会が発売している下のやつでにもなってるんですけど、プロリボンについてゴールペンです。これを5本差し上げて、毎日執務室にこれを置いて、これを見て被害者の存在を忘れないでくださいというふうに申し上げました。で、その面会の時には5人全員がプロリゴンバッジをつけてらっしゃいました。で、忘れないでいただきたいという思いを強く申し上げたんです。で、それが11日でした。で、13日の施政方針演説、私はそれを見て聞いておりましたけれども、まずブルーリボンバッジ全員が外していました。山岡さんがつけてましたね。野田さん、それから現場大臣、
官房長官の時だとか忘れていたのか、それとも意図的につけなかったのか分かりません。さらに施政方針演説、この中で総理がおっしゃったこと、忘れてはならないことがあります、私たち日本人には忘れてはならないことがありますと言って3つ挙げられました。一つは東北の震災の時に職務を全うし、被災者に避難を叫び続けて自らの命を失った遠藤美紀さん、この方の崇高な職務に対する姿勢、それを忘れてはいけない。そして台風12号で、被災、大雨で豪雨で家族を亡くされ、それでも住民のために執務を続けられた那智勝浦町長の寺本さん町長、そして現場で被災者のために、自身が被災者でありながら被災者のために尽力をいただいている国民の皆さん、このことを私たちは忘れてはならない、私におっしゃいました。3つ目、福島県の高校生にこれを引用して、福島に住み、福島で育ち、福島で子供を産み、福島で育てたいというその言葉を引用して、ふるさとを愛する、ふるさとを本当に愛する日本の国民のこの心を忘れてはならない、3つおっしゃいました。私はそこになぜ拉致被害者が入らなかったのか非常に残念です。拉致被害者は30数年、40年という長い間、日本の政府に、国家に見捨てられました。守ろうとしてさえくれませんでした。取り戻そうともしませんでした。その彼らが今でも北朝鮮という瓦礫国家の下で生きて助けを求めているにもかかわらず、そのことを国民に施政方針の中でも訴えようとせず、ご自身も忘れ取られたかもしれませんが、なぜそのことを強調していただけなかったのか残念です。彼らはふるさとを愛し、日本に帰りたいという思いをいつも胸に、曽我さんはおっしゃっておられましたけれども、めぐみちゃんとよく夜月を眺めながら、あの月を日本で私の家族もみんな見てるのねと言いながら日本の唱歌を歌っておられたそうですが、そういう被害者がいるということをなぜ忘れてならないことに加えていただけなかったのか、これは忘れてはならないことなのではないでしょうか。日本人がまだ同胞が私たちの国にいて、北朝鮮の工作員によって主権を侵されて、領土を侵されて、そして彼らの人生を奪われている被害者がいるということを国は忘れてはいけないし、国民も忘れてはいけないのではないでしょうか。まず彼らを取り戻すこと、これが国を再生する始まりだと私は常に思っています。7月22日の参議院の予算委員会、それに山谷恵理子さんから招請があり、出かけていきました。学級崩壊のようなそのような現状の予算委員会でしたけれども、その中で私が申し上げたこと、それはとても時もありますけれども、民主党の総理、代表である総理、そして総理である菅さんの資金管理団体から、確か6250万社会の お金が市民の党という、これは日本を破壊するために組織されているような党です。そこに多額の献金がなされている、これこそ私たち拉致被害者が苦しんできた、救出のために苦しんできた日本の闇の力なんです。私たちが街頭で、これ2002年9月11日以前ですけども、街頭で私たちの家族は北朝鮮に拉致されています、助けてくださいと申し上げました。そしたら、そんなことがあったではないだろう、何を言ってるんだ、日本は植民地の時に多くの北朝鮮の人たちを連れてきたではないか、そういう言葉を返されました。果たして本当にそうなんでしょうか。私はそう申し上げました。私たちの家族をこの繁栄した日本で一緒に生活をしたいだけなんです。取り戻したいだけなんです。それがなぜ強制連行とかそのような言葉で私たちの家族を取り戻す運動が否定されなければならないのか、そのような闇の力が存在し、私たちの運動を妨げてきました。そういった方たちと同類行の市民の党になぜ
拉致問題対策本部本部長である菅総理から多額の資金管理献金がなされているのか、これは明確に国民に説明しなければならないし、我々民主党から3億弱のお金がいっているそうですけれども、この中には我々が支払いした税金が入っています。私たちの税金で日本を破壊するようなそういうことを目論む党に、あるいは市民の会というその政治集団に対して、なぜそのようなお金が流れなければならないのか、これは民主党の国会議員は自身民主党の中ではっきりと明確に国民に説明をすべき問題だと私は思っています。それをできないのであれば民主党を辞めるべき人たちが大勢いるのではないでしょうか。民主党を離脱しなければならない国会議員がいっぱいいると思います。ただ一度やはり政権につくと、その主義主張を曲げていかれる方が大勢いらっしゃいます。そんな中で私は最後に申し上げたのは、私の姉は今年8歳になります。24でラストで34年、彼女が日本に帰ってきて、もし命を全うすることができ、そしてその最後の言葉として、自分の人生は何だったのっていうふうに言わせたくない、彼女に自分の人生の悔いを残させたくない、だから私は彼女に言えないんですって。私たちの国がまともな国になったのは、拉致被害者が皆さんが北朝鮮という土地で本当に苦しんでこられた結果、日本が変わっていったんだと、皆さんの人生は決して無駄ではなかったということを言いたいんです。ですからまともな国を作ってくださいと、あの参議院の予算委員会で申し上げました。それ以降なかなかまともな国になっているとは思いません。で今回国連で、野田総理がブルーリボンバッジをつけていらっしゃいましたけれども、それについては非常に感謝申し上げます。私はちょっとびっくりしたんですけれども、施政方針演説もブルーリボンつけてなくて、そしてそういう方が国連に行ってつけていらっしゃるので、実は国連に行く前に私はホームページでその施政方針演説つけていないことを批判しまして、どうせつけないんだったら関東の前にもつけないでほしいというふうにホームページで書いてます。どうせつけないんだったら家族の前でもそのエクスキューズじゃないか、家族に一生懸命やってるというエクスキューズじゃないか、それだったらつけないで具体策を、ね、具体策を示してほしいというふうに書いたら、国連でああいうふうにつけてらっしゃったので、もしかしてホームページを見て慌ててつけ始めたのかちょっと思ってるんですけども、それでもつけないぐらいの話だと私は思っています。参議院の予算委員会でもこのブルーリボンをつける毎日、皆さん国会議員の方はぜひ毎日つけるときに拉致被害者の存在を忘れないでください。そして国家の威勢を司る方々として、この方たちを被害者をどうやって取り戻すか毎日考えてくださいというふうに申し上げましたけれども、あるいは参議院の中でバッジをつけ始めた方はあまり見当たりません。残念ながらそれほど軽視をされているこの拉致問題、しかしまず日本が本当に国としてまともな国になるのであれば、被害者を北朝鮮に捉えたまま私たちの国の再生はないのではないでしょうか。まず国が国家として、国の責任として被害者を取り戻すこと、これが国の姿勢であるということ、国民に日本の国は国民を守る国であるということを示すことが、まず国を取り戻すことだと私は思っています。国に対する信頼がなければその国は崩壊します。その国のトップの方たちが国民に信頼されようとすれば、まず国としての姿勢を明確にすべきだと私は思っています。その第一歩が明確に分かるのがこの拉致被害者の救出です。これをどのように進めていくか、国民に具体的に、秘密の部分はあるでしょうけれども示していく、これが私たちの国がもう一度国を信頼し、そしてもう一度共に立ち上がる国民を作ることではないでしょうか。そう思ってあちこちで話をさせていただいておりますけど、今日このような頑張れて日本、そして救う会などの皆さんのおかげでこのような場所で話をさせていただきました。ぜひ
被害者のことを忘れないでください。今に来ています。北朝鮮という瓦礫の下で本当に日本に帰りたいという思いを抑えています。その方々は100人以上いらっしゃいます。その方々を放置してこの日本の再生はありえないということをぜひ考えていただきたいと思います。ありがとうございました。